吉田さん、まあ暑いですね。夏ですからね。私の住んでいる広島、そして西日本はこの1週間ね、雨続きで本当に毎日雨が降ってるんですよ。今もものすごくざんざん降りです。1週間前と変わりません。あまりの雨っぷりに私洗濯物が乾かないんで、今2日に1回コインランドリーで乾燥してる始末です。まあ500円ぐらいかかるんですけども、でもいいですね。こんな田舎町にもコインランドリーがあって、でいつも、ガラガラでカラッと乾いた洗濯物を畳んでね、ああコインランドリーいいなと思いました。昔乾燥機も持っていたんですけども、年に1回も使うか使わないかなんで、乾燥機は一般家庭にはいらないですね。通常物干しに干しとけば乾きますんで。で、洗濯を干す場所がないようなところに住んでる場合は乾燥機が必要だと思いますけども、そういう場所って部屋が狭いんで逆に乾燥機を置けなかったりするんですよね。前置きが長くなりましたけども、暑いですねまあ私はこの夏暑さを感じずに過ごしてるわけなんですよね。まあ去年もそうでしたけども、まあなんせ外出しませんからね、それでですね、その代わりではないんですけども、暑く過ごしたそんな思いをね、この夏もいろいろと読ませていただくことがありました。そうですね、特攻隊員の遺書でございます。その他、長岡大空襲8月1日のその記憶とか、東京大空襲10万人の悲劇。東京大空襲ってのは、戦闘員でもないのに被害を負わされてひどい目にあったわけですよ、当時の東京都民ね。ですんで日本政府を相手取ってね、訴訟が起きてるということも言われてます。要するに戦争に勝てるわけがないのに無理に継続して、そのしわ寄せが市民に行ったというものだったんじゃないかなと思いますね。実はこの東京大空襲の被害者の方が挙げた訴訟っていうのが最高裁で否決されましてね、何の保証も得られないということだったらしいです。やっぱりね、軍人さんはいわゆる保険が出てるのに、一般市民はまあ自由を束縛されて、やることだけやらされて何もなしかっていうことなんですよね。まあ当時戦争が終わって多くの方が被災されました。ひどい目に遭いました。戦争の犠牲者といえば、責任の所在は曖昧ですけども、明らかに日本政府の誤った判断と行動の結果、国民がツケを支払わされているという形ですよね。なんかね、今に似てるんじゃないかなと思うんですよ。昨日こんなニュースがありました。例の感染症にかかった方が自宅療養中に、妊婦さんだったんですよね。その出産をしなければならないという陣痛が来たのかどうかだったんですけども、容態が急変して受け入れ病院を探していたんですが、どこも断られて仕方がなくね、自宅で出産したわけなんですよ。もちろん自宅で出産するなんていうのは、この私たちのね、歴史の中で、まあ本当最近まで産婆さんが来てやったみたいなことあったわけなんで、それ自体はまああり得ることかなと思いましたけども、ただね、この令和の時代に自宅で出産する準備もなかったのに自宅で出産せざるを得ないと、そして出産した結果適切な保護が受けられずに、男の子だったんですけどもね、生まれた子供が死んでしまうという、ね、こんなバカなことが起きていいんだろうかなと思います。戦争でもないのに、こんなに平和で物が溢れた世の中で、情報の流通もあって便利なツールがいっぱいあるんですけども、そんなもん何の役にも立たない。誰一人生まれてきた無防備な子供命が守れなかったということでね、本当に憤りを感じますね。なんかね、オリンピックが感動と若者に夢を与えるクソくらいだなと思いましたね。こんなね、医療リソースとか経費とかいろんなエネルギーをオリンピックに割いたがゆえに、こんな犠牲者が出るなんてのは本当もうね、やってらんないなと思いましたね、他人事ながら。まあ本当に暗い気持ちになるなと思いましたね。どうですかね、これが他人様に起きたことだから何ともないわけですよ。
まあ大悟さんの炎上発言がありましたけど、まさにあれがそのまま証明されてるんじゃないかなと思います。命に序列はあって、多くの人がどうでもいいと感じる命があって、危機を訴える人の声をこの1億数千万人いる日本の中で誰も聞いてくれる人がいないと、そして解決することもなく仕方がないという言葉に押し込められるんですよね。まあなんともね、寒い話ですよね。これは千葉で起きたことらしいんですけども、緊急事態宣言なるおかしなものがおかしな基準で無責任にも発出されて、その結果病院の医療が圧迫して、受けれるべき医療サービスが受けれない人が今ね6割だそうですよ。戦時下でもないのにね。まあ空襲があった時っていうのは病院はきちんと機能してなかったということは容易に想像できますけども、今空襲でもないのに一体どの国と戦ってるのかなと思っちゃいますね。日本は日本と戦ってるんでしょうか。これは私たちの敵ってのは日本の中にいる権力者だったりするのかなと思っちゃいますね。まあでもこういう悲劇を踏みにじりながらパラリンピックっていうのもあるそうですね。いやはっきり言ってね、このオリンピック本当クソくらいだなと思いますね。まあ今年に限ってはこういう決断はなかったんじゃないかなと思っちゃいますね。いやなんかね、吉田さんが熱い熱いとだけしか言わない動画なって、こういった、まあ、結構ね深刻というかね重い話題で返すというね、別のところでやれみたいなことになっちゃいますけども、いや今感じたのはそれなんですよ。あまりにもひどいなと。それほどまでにスポーツなんてのは大切にするものなのかなと思ってますね私はね。いや死なすことはねえだろうと思いますよね。どうなんですかね、そこまでしてオリンピックアスリート、そこまで格が高いのかなと思っちゃいますよね私はね。何なんですかね。まあというふうな話でございました。あの特攻隊員の遺書、そこには19、20歳、そのあたりのまあ少尉中尉ぐらいの士官のね名前が刻まれた身内に宛てての遺書がありました。そこには天皇陛下や日本全体に対する思いではなくて、ただただ自分の家族に対する思いが綴られていたというふうに私は感じております。きっと今回お亡くなりになったその妊婦さんね、もう妊婦ではないですけども、家族のために自分の身を捧げていたんではないかなと思いますが、国によっておかしな権力者によってこんな目に遭ってしまったのかなと思いますね。いや私はもうねオリンピックに恨みしかないですね。まあ今まで全く関わらなかったんですけども、他人事ながら情けないというふうに思いましたね。まあオリンピック見たことがないんですけど、全然ね見たことも聞いたこともないんですけども、そんなバカなお祭りのおかげで死ぬ人っているんだなと思っちゃいました。いってらっしゃい。